皆さんこんにちは、パパです。ママです。いつも動画を見てくださってありがとうございます。今回はすっちゃんが ASD、 いわゆる自閉症スペクトラムじゃないかなと私たちが気づいてから実際に病院で診断されるまでのことをお話ししたいなと思います。とはいえ ASD の特性があるといってもそれはすっちゃんの中のごく一部のことなので、 ASD の方ではなくすっちゃん本人のこれまでの成長を見てもらいたいと思ったので、幼少期からこれまでの成長の記録を挟みながらお話ししたいと思います。すずちゃん生後3日目です。1時間おきにおっぱいを飲みたがります。ちょっと手がかかってママは寝不足です。本当に生まれたばっかりの頃は1時間続けて寝てくれなくて、まあ、その時はね、あっちもまだ3歳になる前で一番手がかかっていた時期だったので、まあ、そこにね寝ない新生児がやってきたっていうので大変すぎて、あの1歳くらいまでの記憶があんまりないんですよね。まあでも気がつくとの、まあ、2、3時間続けて寝るようになってて、1歳過ぎた頃にはさすがに数時間まとめて寝てくれるようになったなとは思ってます。うん、その頃ね、あの毎晩2階でママがね、あっちゃんを寝かしつけている間、1階でパパ、こうやってね、すっちゃんをずっと抱きかかえながら寝かしつけてたんですよね。うん、もうほっぺがふくふくしてからさ、こうやってお薬しながらずっとこう抱きかかえたのを覚えています。すずちゃん7ヶ月で離乳食を開始しました。お姉ちゃんが離乳食をあげてくれてます。そしたらもぐ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 食べ始めました。話しなさい話しなさいよ、初めてあげるから大丈夫よ。お姉ちゃんしてるね。食べたい食べたいってね。離乳食は食べたのはおかゆのみで、まあ、出してもね、あの遊んだりはするんですけど、口元に持って行っても口をうんってしてガンとして開かない感じで、あのミルクも飲まなかったので本当にね、あの赤ちゃんの時は母乳のみって感じでした。今はね割と食べられるようになったんですけど、小さい頃はもう炭水化物オンリーっていう、ね、ザ・偏食キッズっていう感じでした。そうね、本当ミルクが全然飲まなかったね。一回ね、あの飲んだことがあって、ママがね、なんかおやつを出して飲んだのかな、うん、その時にね、もうどうしてもミルクを飲ませるしかないってなって、結構無理やりもう飲ませたな。その時だけね一回飲んでくれましたね。うん、食に関しては結構手がかかったかな。うん、そうだね、結構こだわりが強かったね。あとはあの私のお腹の上で寝るっていうこだわりが2歳過ぎまで続いてまして、もう2歳で物理的に重すぎて私が耐えられなくなったので、そのお腹に登ってきてももう重たくて無理だよって言って布団に下ろすっていう攻防を数ヶ月やり続けて、まあ、だんだん布団の上でも寝れるようになりました。でもその思い出してみて大変だったなって思うのは本当にそれぐらいで、感触が強いわけでもなかったし、いつもねニコニコしてて育てにくいとか感じたことは一回もないんですよね。まあ寝ないとか離乳食を食べないっていうことは結局他の赤ちゃんでもあることなので、その時はねもうそんなに気にしたことはなくて、まあ、今と同じように元気で家の中を明るくしてくれる存在でした。うん、でもすっちゃんが幼稚園に入って初めての集団生活が始まるんですが、運動会とかお遊戯会とかもうかなりですね真面目に取り組んで頑張っていました。で年長の時には運動会で鼓笛隊を務めてたんですけど、それもすごく上手にやってて、ね、家では結構ふざけておしゃらけた感じなんですけども、そういう時にはすごく真面目にやっててですね、ちょっとびっくりしましたね。ただね、幼稚園で仲のいい子とは遊べてたんですけど、おとなしいというかそのクラスの中ではあんまり喋らなかったみたいです。
先生からすごくおとなしい子ですよねって言われて、えー、って驚いた記憶があります。幼稚園時代を振り返ってみると、そのあっちゃんは3歳の時にすでに幼稚園から発達の遅れを指摘されていたんですけど、すっちゃんの場合は発達検査に引っかかったとかは一回もなくて、私たちもそんな風に感じたことは一回もありませんでした。小学校に入ってからは大変でした。小学校入学時にはコロナ禍だったんですよね。まあ、幼稚園の卒園式の練習をしていた時期に突然こう幼稚園の生活が終わって、6月ぐらいかなにようやく小学校が始まったんですよね。その頃やっぱマスクをつけて登校しないといけないんですけども、すっちゃんはねマスクがねつけられないんですよ。まあマスクが息苦しいっていう、まあ、苦しいっていう感覚過敏なのか、それとも精神的なものなのかちょっと分かんなかったんですけど、まあ、とにかくマスクは嫌っていうこだわりが本当に強かったです。まあ、当時は本当マスクをつけないとどこにも入れなかったし、買い物にも行けない、外食にも行けないっていうね。でまあなんとかねすっちゃんにマスクを つけてもらおうと結構必死になりましたね。家では当然マスクを外すんですけども、学校だとやっぱりマスクが必要っていうことだったから、まあ1年生の早い段階から結構息しぶりが出てきました。まあ息しぶりに関してはもうあっちゃんよりもずっと大変でしたね。ここからは以前の動画で発信したこととも被るんですけど、小学校に入ってから ASD の特性がいろいろ出てきました。例としていくつか挙げると、同じ服しか着ない、髪を切らない、結びたくない、でルーティーンにこだわって予定変更ができない、自分の話を一方的にして人の話を聞けない、教室のざわざわした声や音がつらい、集団行動がとても苦痛。でもちゃんとやるんだよね。うん、で2年生の頃に地域の施設でウィスクを受けました。で結果として数値上の凹凸はありました。ただそれぞれの数値が低いわけではなかったせいか、病院での診断を進められるっていうことはありませんでした。こういう検査とか好きじゃないって言いながらも、検査自体は1時間半ぐらいあったんですけど、最後まで真面目に取り組んだそうです。でその中であったのが、ワーキングメモリが弱くて短期記憶が残りにくい、視覚優位性が強くて耳からの情報が処理しにくいっていう、まあ、そういったことがあったんですけど、まあ、その結果を学校の先生と共有していただいたアドバイスをもとに、まあ、なるべく視覚的に短く分かりやすく伝えるっていうことを家庭内での関わり方として工夫していました。すでにあっちゃんが ASD の診断を受けていたので、その ASD の知識そのものはあったんですよね。なのでその ASD の特性があるなっていうのはやっぱ感じてました。でも診断をつけるっていうことはあんまり考えてませんでした。理由としてはシンプルに必要性を感じなかったからです。親から見て育てる上でしんどいとか困るっていうことがなかったし、学校の先生から指摘されることもありませんでした。嫌がりながらも真面目に学校生活を送っているので、周りから見ればその問題がある状態ではなかったんですよね。あっちゃんの方がだいぶ特性が強かったからね。ただすっちゃんの中では困りごとがどんどん大きくなっていく状態だったんだと思います。その当時はあっちゃんがまだ通常級に在籍していて、そのことがとても大変な時期だったので、まあ、十分にねすっちゃんを見てあげられなかったかなとちょっと反省しています。すっちゃんが、まあ、結局ちゃんとやるから大丈夫ってそういうふうに思っていた部分がありましたね。軽度であるがゆえに見逃してしまっていて、その家でも学校でもサポートがない状態だったから、すっちゃんの中だけでどん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 困り感が強くなっていって、大変さが溜まっていったんじゃないかなと思います。その当時のことを思うと、十分に見てあげられなかったことはすごくこう反省しかないですよね。自分自身に特性がありながらも兄弟児としての生活、やっぱりかなり負担をかけてしまっていたと思います。特性がありながらこれくらいできるよね、当たり前だよねっていう、その一般的なレベルを求められる軽度だからこその辛さがあったと思います。3年生になってから
まっちゃんは形質性調節障害のため、まあ、原因はこれだけじゃなくて複合的なものなんですけど、学校に行くことができなくなりました。すっちゃんもやっぱりこれをきっかけに今まで我慢してたものがこうパッて壊れてしまったというか、まあ、そこで、まあ、学校に行かなくなりました。そしてそのまま不登校になりました。この時がね、私の人生で一番しんどかった時期です。で、なんとか学校に戻してあげたいって、その時はもう本当にそういうふうに思ってました。すっちゃんが学校が辛いと感じるたくさんある理由の一つが集団行動と教室の騒がしさでした。で、長女のあっちゃんは5年生から支援級に転籍しました。で、すっちゃんも同様に5年生から支援級に入れればもしかするとまた学校に通えるかもしれないって思って就学相談を申し込ん で、そこで支援級の希望を出しました。まあ、結果的にはですね、比較的軽度だということで支援級には入れずに通級という形になりました。通級に関してはすでに出ている動画の方でまとめているので、そちらを見ていただけたらと思います。支援級に入るために病院での診断も受けようと思って長女のあっちゃんと同じ病院で予約を取りました。ただ診断までは何ヶ月かかかったので、実際に診断が出たのは就学相談を受けた後だったんですけど、予想通り ASD の診断を受けました。あっちゃんが中学校に通うようになったのをきっかけに、すっちゃんも4年生になって学校に復帰して通級に通いながらそのまま通常級に在籍しています。でも学校生活はやっぱりとても大変です。病院の先生にこういろいろすっちゃん の不得意なところと得意なところっていうのを表にしてまとめてもらったんですけれども、すっちゃんは集団行動やコミュニケーションが得意だけれども、その反面面白い笑いのセンスを持っていたり、アニメ作りが得意だったりと、この特性に関してですね、私たちもすっちゃん本人も全くネガティブには受け止めていませんし、まあ、ASD がどうこうとか意識せずに普段生活しています。私たちにとってすっちゃんは大切な可愛い娘です。発達障害は遺伝するから子供を産むなっていうコメントも時々もらいます。まあ、そういうコメントは承認しないで秒で削除してるので表には出てないんですけど、私の場合自分の障害に気づいたのは子供を産んだ後からなんですけど、子供を産んだことを全く後悔していませんし、今胸を張って幸せだと思って暮らしてます。私が子供の時や社会人になりたての頃は周りの人と同じことをしようとして本当に生きづらさを感じてましたけど、今はね、自分らしい生き方ができてると思ってます。すっちゃんにも自分らしい生き方、世間が良しとする人生ではなくて自分が幸せを感じる生き方をしてもらいたいと思ってます。今後すっちゃんが成長したり世の中がさらに変化したりと、いろいろと対応を迫られる場面が出てくると思いますけど、私たち家族がすっちゃんのことを理解してあげていれば心配することはないと思ってます。これからのすっちゃんの成長を見守っていきたいと思ってます。それでは。